報告病は、豊臣秀吉の墓所である。現在、京都市東山区阿弥陀神亀の山頂、麓からから563段の石段を登ったところに、石像五輪塔が建てられている。豊臣秀吉の死後間もなく、作られた報告病は、現在の京都市東山区阿弥陀神亀六の大公、広市といわれる広場のところにあった。かつて、この地には、報告病の他にも、 秀吉を祀る壮麗な報告者も混流されていた。しかし、報告病と報告者は、豊臣秀吉の死後に徳川家康によって破壊されてしまい、報告病は1880年に修築が行われるまで300年ほど放置されていた。山頂の五輪島1875年に報告神社が再興されたことから報告病の整備が行われ始め、 1897年には阿弥陀峰山頂に伊藤中太の設計になる巨大な石像五輪塔が建てられた。翌1898年には豊か太鼓300年祭が大々的に巨行されている。この工事の際、途中から素焼きの壺に入った秀吉の意外とおぼしきものが発見されたが、意外は丁重に再埋葬された。 その西の麓の平坦地、かつての社殿があった太公博士には、秀吉の孫である国松と秀吉の愛称松の丸殿の供養塔が寺町の西岸寺から移されて立っている。京都市観光協会京都観光ナビ報告病、竹下 P113 湯本文彦、豊大太改装始末、私学雑誌17から1909書集。ありがとうございます。